ピンクレディは移植動逆流症や胃炎の治療のために組み合わせた医薬品の総称である。通常は生産剤と麻酔薬のリドカインを混合する。抗コ,コリン薬を含むものもある。名前は混合物がピンク色であることにちなむ。ピンクレディは移植動逆流症の症状を緩和するが一般的に共通や腹痛の原因が心筋梗塞等の他の原因である。 可能性を排除して、そう診断するには不十分と言われている。ピンクレディは、急性期の患者に傾向で与え、共通が心臓関連のものか消化器関連のものかを判断する助けとする、粘性キシロカインと液体性散剤を表す一般的な名称である。投与により、症状が収まる場合、原因が心臓ではないことを示す、可能性がある。かつては、 アガロール、マグネシア乳、液体パラフィンを混ぜて作った。Don't be seduced by the pink lady. カレッジオブフィジシャンズサージェンズオブノーバスコシア、http コロンスラッシュスラッシュ cpsns.nanosecond.sa スラッシュ newsltrs e t e スラッシュ a ler t-a utumn-2003 と htm8 ピンクレディメディシン アスクヘルス md HTTP、http コロンスラッシュスラッシュ askhelthmd a。Ask m d. com スラッシュ pinkdashladydashmedicine スラッシュ。二零一七年十一月二十二日閲覧。ありがとうございます。